警視の階級証警視は警察法第62条に規定される日本の警察官の階級の一つ。上から5番目。警視制のもと、警部の上。警視の階級は警察法第62条において、警視総監、警視官、警視庁、警視制に次ぐ第5位の階級として規定されている。都道府県警察に所属する警察官の場合、警視以下の階級のものは、 地方警察職員とある地方公務員である。一方、警視制以上の上位4階級は、一般職の国家公務員となり、地方刑務官と称する。都道府県警察に採用された者が警視制へ承認した場合、その者のは身分外で、やはり一般職国家公務員の地方刑務官になるが、この者のを特に、特定地方刑務官という。割合は、 警察官全体の約2.5%である。警視性以上の階級は極端に人数が少なくなり、全体の0.5%ほどである。性暴は、金色の日本ラインが入り、合わせ、当制服の袖章には、金と紺の斜め線が入る。犯罪捜査のための通信防受に関する法律第4条1項により、防受令状の請求は、警察官については、 警視以上の国家公安委員会、または都道府県公安委員会の指定するものしかできない。承認は、警部としての実務経験年数と先行で決まる。この階級が、いわゆるキャリア組とノンキャリアとの大きな壁と比喩される。キャリア組は採用7年目で一斉に、いわゆる準キャリア組は15、6年目前後で承認する。ノンキャリアの場合は、 最も早く承認したとしても45歳前後であり、その差は大きい。役職としては、承認直後に、警察署の管理官、続いて、警察署副署長や本部管理官、自席等に進み、体調等を経験して承認後5年程度で、警察署長になる例が多い。優秀なものは、その後本部課長や、参事官に転ずる場合がある。ありがとうございます。